もう時が経つのも早いもんで、エルサルバドルでビットコインが法定通貨、つまり日本でいう日本円みたいな感じになった日からもう1年以上経ったんですよね。なんで今日ちょっとこの動画では1年経って法定通貨としてビットコインが採用されてからこの国エルサルバドルで実際どうだったのかと、うまくいったところあるのか、なんかうまくいってないところあるのか、まあそれを全部まとめて結果どうだったのかなみたいなことをね一緒に考えていこうかなと思いますけど、まあまずはちょっとねメディアのカバレッジ的にはやっぱね悪いニュースがたくさん出てくるんですよね。なんでまずバットのところからねちょっと行こうかなと思うんですけど、まず一つ目がアドプション、つまりどれだけの人に使われているかっていうところなんですけど、これが結構チャレンジングな状況みたいなんですよね。でそもそもねバックグラウンドを説明すると、エルサルバドルって全人口の 70% が銀行を持ってないんですって。なのでその銀行を持ってない人たちに、まあ、銀行みたいな形で、まあ、要は貯金したりとかこう受送金できるような、まあ、クリプトのウォレットを与えようということがまず大きな動機としてあったわけ でそこで出てきたのがなんかチボウォレットっていう、まあ、専用のウォレットがあるんですけど、でそれが要は採用されたと。で全体で言うと今人口が680万人ぐらいいるんですけど、その中のまあ400万人ぐらい、400万ダウンロードがされてるので、まあ、一応ダウンロード1人と考えると、まあ、全体のまあ 60% ぐらいはまあダウンロードしてるということを考えると、まあ、結構な数ダウンロードされてるかなと思うよね。でなんでこのダウンロードされてるかというと、まあ、30ドルのキャッシュボーナスみたいなものがあって、まあ、それがインセンティブとして与えられたんでみんなダウンロードして、まあ、その30ドルをゲットしたと。で大体まあ1日あたりの稼ぎがエルサルバドルって10ドルとか12ドルとかそんぐらいらしいんですよね。なんで、まあ、それを、ね、ダウンロードするだけで3日分の給料が賄えるから、まあ、それでみんなうおーってダウンロードしたっていうのがまあ1個あると。じゃあその後実際にどれだけ使われているのかっていう意味で言うと、まあ、そこがチャレンジなんですけど、今レポートがいろいろ出てきていて、大体まあ 60% から 70% ぐらいの人はもう最初ダウンロードしてその30ドルをクレームした後に一切使ってない、もしくはもう全然お金をデポジット入れてないっていうのがほとんどみたいですね。なんでだから結構ダウンロードしたけども実際使ってる人が少ない。じゃあなんで使ってないのかっていう話もあるじゃんっていうところで言うと、あの全体のビジネスのうちに 80% がクリプトなんだかんだまだね受け入れてないんだって。で本来法定通貨なんで法的な拘束力があるんですよ。お客さんがビットコインで払いたいって言ったら受け入れないといけない状況なんですけど、まあ、それがうまいことちょっと進んでないっていうのもあって、あの使いたくても使えないよみたいな状況があるから、まあ、結局使ってるのは全体のまあまあ 20% か 30% とか、まあ、多分そのぐらいの人なんじゃないかなっていう感じかな。なんでまあアドプションがいきなりね 80% とかいったっていうわけでもなく、まあ、結構少ない状況から始まってるっていうのがまず1個あると。でもう1つで言うと ID のなんていうのかな盗難がかなり多かったらしくって、でさっきの話で言うと30ドルの要はキャッシュボーナスがあると。でそれってすごいお金じゃないですか。だからあのそのために ID を盗まれるみたいなことが結構あるらしくって、で自分の ID を使ってそれをクレームしようと思ったらもうすでにクレームされてて、で自分はそのウォレットの中に30ドル入ってなかったみたいなことが結構あるらしいんですよね。だから結構こうそういったロジスティックスがうまくいかなかったよねということもあって、まあ、それがっかりしてもじゃあこんなの使わねえよって言って使わなかったっていう人も結構いるということもあるみたいですね。でもう一つ悪い点がまあプライスですね。まあ、あの国として約100ミリオン US ドル、まあ、100何十億円とかで突っ込んでるみたいなんですけど、まあ、ブケレさんはねこうディップで買ってディップで買ってっていうのをずっと続けてきているんで、まあ、それでもアベレージの価格が大体ね4万5000ドルぐらいらしいんですよ。で今で言うともう2万ドル切ってるじゃないですか。なんで、まあ、かなりの、まあ、ロスが、まあ、実際出てるということなんですよね。なんで、まあ、短期的に見ると、まあ、マーケットも落ちてるから、まあかなりね、まあ、ロスは出てるということなんで、まあ、それも結構、まあ、チャレンジングなところかなって感じみたいですね。じゃあ次なんかうまいこと言ってる方はどうなんだっていうことですけど、まあその1個目としてはなんかレミッタンスっていうのがまあ1個あって、これっていうのはそう海外送金の、まあ、要はフィーですよね。これがもともとエルサルバドルってめっちゃ高いんですよ。まあ、要はエルサルバドルから海外アメリカとかにどっか出て、で外貨
で稼いだりとかしたのを、まあ、国に送るみたいなあのことをするボリュームがすごい大きくて、で全体で言うとだいたい年間で400ミリオン US ドルぐらいの、まあ、金額がフィーだけにかかるらしいんですよね。だいたい今アベレージで言うと 2.8% とか 2.85% ぐらいのフィーがあるんですけど、そう、まあ、結構高いじゃないですか。だからそれだけで400ミリオン US ドルっていう莫大な金額が、まあ、取られるわけですけど、まあ、これが要はクリプトになったらもっと安くなるよねっていうのが、あのそもそもの考えとしてあって、まあ、ビットコインが法定通貨になったわけですけど、じゃあ今の状況どうかっていうと、まあ、全体のレミッタンスの中の約 1.6% から、まあ、3.9% ぐらいが、まあ、クリプトになったっていうことを言ってるんですよね。でこれをどう見るかっていうのはあの人それぞれ違うと思うんですけど、個人的にはね、まあ、1年目の、まあ、マーケットシェアとしては悪くないんじゃないかなって個人的には思うんですよね。まあ、全体として 1.9% と見たときに、まあ、それだけでもなんかね93ミリオン US ドルぐらい、まあ、100億円以上の金額になるみたいで、まあ初年度としてはまあ悪くはないんじゃないかなという気がするけどね。でちなみにまあビットコインで言うと、まあ、手数料がだいたい 1.28% とかそのぐらいらしいので、だいたいそのフィアットを通した銀行を通したやり取りよりもフィー自体が半分になるっていうこともあるので、まあ、かなりそれで得をしている人もね、助かっている人もいるんじゃないかなと思うんで、まあ、これが徐々にこう拡大していくと、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。あのコインデスクの記事で、まあ、大体このインフラを整えるだけでも、まあ、100ミリオン US ドルぐらいお金を使ってるみたいなんですけど、でそれをじゃあ回収するという意味では、この海外からのレミッタンスの、まあ、マーケットシェアが、まあ、クリプトでの支払いが年間 2% ぐらいで増えていけば、まあ、10年そこらぐらいで、まあ、全体を回収できるよねみたいなことも書かれているので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、悪くはないんじゃないかなって気がしますけどね。でもう一個いいところが観光業、これが面白いのが海外からの観光客がめちゃくちゃ増えてるらしくって、今 81% 増加してるらしいんですよ今年で。エルサルバドルの GDPのうち 5% が海外からの観光客によって、まあ、発生しているということなんで、まあ、その観光業はめちゃくちゃ絶好調らしいですよね。だから、まあ、そういった意味ではブランディングがかなりうまいことね言ってるんじゃないかなという気がする。であと意外に記事になってないんですけど、やっぱね安全性とか治安みたいなところはあのいろいろ聞いていくといい、なんか改善してるところはあるみたいで、やっぱりこうキャッシュを持ってるとあの強盗が来て取られて終わりっていうことがあるじゃないですか。だからエルサルバドルとか、まあ、南米とかどこに行っても家にこう鉄格子がついたり窓とかにね状況にあるわけですけど、あれって要は強盗が入るから、つまり家の中にキャッシュとかなんかアセットをね保管しなきゃいけないからってことはあると思うんですけど、それがデジタルになるので、あの、まあ、別に携帯盗まれてもねパスコードとか分かんなければ、まあアクセスできないから、あそういう意味ではこう多分街を歩いててその安心感が得られるみたいな、おなんか夜中に店を閉じてキャッシュバッグに入れて夜道をこう家までねこう歩くのにちょっとヒヤヒヤしてる人がいるとすると、まあ、そのヒヤヒヤ度がちょっとこう減るというかね、まあ、そういうのもあるんじゃないかなみたいな話も聞いたことありますね。あともう一個は、まあ、純粋にまあ、便利っていうことがあるみたいで、なんかドキュメンタリー見ていくと、まあ、なんか銀行に行ってお金を支払うみたいな、例えば電気代払うとかっていう時も、あの往復で3時間かかるところが、まあ、携帯で支払うことができるから、もう本当1分で済むよねみたいな、だから3時間 VS1 分みたいな話もなるので、まあ、それもかなりこう、恩恵を受けてる人が多いんじゃないかなという気がするね。はい、ということで、まあ、なんかいろいろ見ていくと、まあ、いいところ、悪いところ、いろいろあるみたいですけどね、皆さんどう思いますかね。あの、まあ、少なからず、あのかなり恩恵を受けてる人は何らかでいるんじゃないかなと思うので、まあ、こういった新しい技術、特にクリプトをそもそも銀行口座なんか持ってないとか、なんか貯金という感覚がないみたいなあの国で流行らせることとかってかなり難しいそもそもことですけどね。まだあった、まあ、レミッタンスのシェアも 1.6% 初年度であり、あのどん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 それが増えていくはずではあると思うので、まあ極端に悪い感じでもないのかなという気はするけどね。まあ、ただこのね、ビットコイン法定通貨が本当にこのまま定着するのかと。で、グローバルで見ても認められるのかというのは、まだまだちょっとジャッジメントするのは早いと思うので、まあ、それはね、また今後、この、ちょうどまた1年後かな、にレビューしようかなと思うんで、またね、いいねと思ったらいいねを押して、チャンネル登録して、ベル通知もね、押しておいてください。ということで今日はね、この辺で終わりますけど、また次の動画でお会いしましょう。